はい、どうもいつもありがとうございます。良い風景です。あのですね、また必要ですね。赤間同士だったまた室さんを車同士にしてみました。なんか前回、ブレザードが不発で、あれ、なんか、失敗したらしいんだね。だから、じゃあ車同士にしてみようかなと。それで、あと、なんだっけ、そうだった。なんだっけ、トンファスつけてなかったんですげえ突っ込まれまして、つけました。これなんで、つけ外しちゃったけど、なんでこれつけてなかったかっていうと、ですね、もうつけてると思ったんですね。もうすでに装備してると思ってました。ぶっちゃけ、ヌンチャクとトンファーを間違ってました。だからなんか、もう持ってるじゃねえかよと思って、ここでしょ?次行くとこは。あ、そうだ、あとなんだっけ、ミスリル鉱山にアイテムがあるよって言われて、行ってきました。そしたらなんか、ミスリル装備2本ありましたね。だけどまあ、持ってたんで売却しちゃいました。だから、ミスリル装備は、入手した状態でジンに挑めたんだね。ところでこれ先行けないんですけど、ちょっと行けないんですけど、これどうすればいいんですか。これ今日もあれですよ、お酒飲んでますよ、気持ちよく。今ね、ほろ酔いな感じ。今気持ちいいですね。ところで積みましたけど、どうすればいいんですかこれ。ここに行けばなんかあるんじゃないかと思ったんですけど、何ないのかな。ちょっと待って、ちょっとじいさんどうすればいいんこれ。先進めないじゃん。情報収集するか。とりあえず、こいつら始末して。ファイヤーでも使っちゃえ。なんかこの実況始めたから、なんかお酒飲む頻度がすごく増えましてね。学生の時以来かな、こんなに酒飲んでんのは。それもどうなのかっていう、どんな学生だったんだよっていうね。僕、だからなんか学校さ、行くのが嫌でさ、酒飲んでから学校行ったりしてましたよ。本当に、不良学生だったよね。本当にね。酒飲んでから、プレゼントとかやってましたからね、飲みすぎちゃって、順番後にしてください、みたいなことやってたからね。懐かしいですよ。そうなんで、岩で押しとかれちゃったんだよね。よく卒業できたよね、本当にね。別になんか、ぶっちゃけね、卒業しなくてもよかったんだよね。そう、卒業しなくてもよかったんですよ。っていう風にな、なんだか、助手の人に言っておいたんだけど、なんか、必修の授業出なかったりとかして、好みで選んでたからね、ほんと授業出るのね。だから必修、あ、これは俺の人生だって必要ねえと思ったら、行かなかったんですよ。で、助手の人が来て、このまま卒業できないよって言われて、で、僕言いましたよ、ちゃんと。いや、僕はね、別に卒業しなくていいんですよって。人生の糧になると思って僕はこの学校にいるんですって、つって。そしたら、なんか助手の人もなんかね、あれですよ、分かってくれて、そうなのかって。そこからなんか、あれですね、もう、授業出なさいみたいなこと言われなくなりましてね。そう、だから卒業できないなと思ったんですよ。だって必修の授業出てないんだからね。だけどなんか卒業しちゃってね、多分なんかデッサンの授業も、多分デッサン僕学校で一番上手かったから。そんなこと言っちゃっていいのかっていう。本当にね。これなんで、おかげで元の美を取り戻したわ、ほほほ。なんで驚いてんのかな。どういうことなんだ、すげえ美人だったってこと、とんでもない美人なのかな。プラスに解釈するとそうだよね。逆に言うとさ、違うかもしれないよね。逆かもしれないよね。とんでもないあれかもしれないよね。あれっていうのはちょっと言わないでおくけども、かもしれないですよね。それでなんかどこに行けばいいかわかんないさ。大岩で塞がれてしまったって言ってるけどさ、じゃあちょっとあれだ、酒も飲みすぎたから水でも飲んで、それでなんだっけ、鍛冶屋なんか助けになるのかな。カナンに行くためにネルブの追いは砕こうと思うのだが、低い手にミスリル製の戦手
をつければなんとかなるかもしれない。それさ、あの、船ごとぶつかるってことはバカじゃねえの、それ。ダメでしょ、今作ってやるって。ノリ、タカ、ノリ良すぎんだろ、タカ。ノリ良すぎるって、それ、まあ。しかも、外で作るんだ。外で作るんだね。あ、ごめん、もうちょっと待ちだった。タカじいさんが飛行艇ミスリルの戦士をつけてくれて、これ戦車だったら面白かったのにな。マジかよ。そうなんだ、それ。危ないじゃん、飛行艇体当たりってさ、正気じゃないよね。これなんかないの？これ何なんだろう、この空間ね。まあ、いいか。じゃあまあ、あれだね。戦士で体当たりだね。さあ、次なる展開に。次なる展開に楽しみですね。ダーン、ちょっと飛空艇大丈夫、これ飛空艇壊れちゃってないの？飛空艇壊れちゃったじゃんかよ。あ、あれ、あ、セレクトボタン押すとなんかあるって言われたのこれか。あー、なるほどね。じゃあまた7で行こう。あ、なんか街があるよ。聞いて壊れちゃったじゃんか。マジかよ。残念すぎる。これでやりたいこといろいろあったのに。ナイトクルージング的なさ。ありがとうよ。わしらできたら何でも言ってくれ。そうだ、もう一度飛行艇を作れれば、お前さんたちの役に立つかもしれんな。では、鉱山を超えられる飛行艇欲しいね。アーガス王に会うのじゃ。王が飛行艇の秘密を知ってる。本当に助かったよ。いつまでも抱きなさい。王が飛行艇の秘密を知ってるって何？指導じいさんが作ってるんじゃないの？もっとなんか秘密があるのかな？なんですかね。悲しい。あ、なんかわざとこっち振り向いたね。そういうのいらないんだけど、なんか可愛い女の子とか振り向いてほしい。なんかさ、ラゴレオストでこっち振り向いたけど、そういうのいらないですよね。昔旅をしてた魔導士がこの街のどっかに魔法の薬草を隠したらしい。マジで調べる、調べる。調べるよ、めっちゃ調べる。こういうところに埋めたんじゃないかな。埋めたといえばさ、僕昔あれですよ。なんか昔さ、ガン消しっていうさ、なんだろ、あれは何の、塩ビ製のさ、塩ビだよね、多分ね。なんかそういう、ガンダムのおもちゃですよね。あれ大量に埋めたんだよ、庭に。そうなんだよな。僕引っ越しちゃったからね。あれどうなったんだろうな。誰か掘り起こしてくれたら嬉しいな。そういうのやりましたか？タイムカプセルとかさ、タイムカプセル作ったな。あれもなんか確か西暦2000年に開けるとかいう話になったけど、あれ結局、あ、ちょ、外まで出るの？外まで出るんだね。すごいね。そこまで。でもこの中調べたいんだけど、壺調べたかった。なんか買う？いいかな。タイムカプセル皆さんは作れましたか？開けましたか？作っても開けるとこまで行く人って少ないんじゃないかな。僕は開けるところで挫折しましたね。ああ、ディッシュ様。ディッシュ様。こんなにお慕いしておりましたのに。竜が住むという南の山に行ってしまわれた。なんかそこに行けばなんかディッシュに会えるんだね。ディッシュって言うとなんか索敵能力高そうだな。っていうことでなんかこう、ギレンの矢。あ、なんかあったぞ。もうちょっと、もうちょっと飛ばしちゃった。後で動画で確認しとく。あれだね。なんだっけ、ちょくちょく、ギレンの野望ネタ。差し挟んでいきますけど、ギレンの野望更新してますんで、どうぞよかったら。そこのさ、なんか壺調べたいよね。なんか、あれじゃないの、いけるんじゃないの、それ。隠し通路的なさ、あるんじゃない？ねえ、お姉さん。デッシュとか言ったかね、ろくでなしに娘のさりげない続行なんで参ったね。あの男、どうしても探さなきゃならないものがあるとか言って食べてしまった。おかげで娘は泣いたばかりさ。なんだろう、自分を探しに行ったのかな。自分を探しかもしれないよね。誰だっけかな、自分探し。あったあったあった。僕の探し物見つかりましたね。金の針、あ、金の針か。自分探しの旅なんて無駄であるとか言ってさ。誰か言って、誰だっけかな、結構有名な人でさ。それでなんだっけかな、自分っていうのはその自分のいるところにあるのであるとか言って、自分探しのために旅に出るのは無駄であるって誰か言ってたよ。誰だっけ、結構有名な人でさ、船舶だと思ったけど。南の森だから壁と間違うな。そうなんだね。あ、武器買おうぜ。危険な武器を買おう。
なんか、あ、でもこれあれじゃん。あの、売ってたやつじゃん、上の方でさ。なんだっけ、あそこ。名前忘れたけども。あ、なんか水地形に侵入できるんじゃないの。あ、ハマン様。ハマン様。この子何してらっしゃるんですか。もう僕がガンダムファンだってことバレちゃってるから、ガンダムネタどんどん入れてくかもしれんよ。ありがとうございました、ハマン様。じゃあまたアクシスでお会いしましょう、みたいな。あんまディープなやつだとみんなついていけなくなるからさ。なんかさ、あの、なんだっけ、このくらいにしとくけどさ、ブラインすげえじゃん、これ。ブラインあれだよね。魔法すらさせなくするんだから、これすごいですよね。ちょっと待って。また七につけとくね。サンダー、サンダーをまた七に、ポイズンもまた七に、ブラインもまた七に。魔法どんな感じだったかな。今日バトルまでこぎつけられるかな。レベル2か。でもレベル2、4回しか使えないんですね。そうか。ってことはスリープルすげえ優秀なんじゃない、これ。回数多いってことはさ。サンダーはあれだね、レベルが高いんだね。なんか特攻とかあるのかな。水星系の特攻とかですかね。普通の感覚で言うとそんな感じですよね。ねえばあちゃん、エアロという白魔法は火星を操り相手を傷つけるのじゃ。空を飛ぶ海賊に似た方、怪物によく効くぞえ。なるほど、そうなんだね。あ、なんか特攻付きなんだね。で、もしかしたらあれかな、他の作品でもさ、例えばファーブとかでもそうだったのかな。気がつかなかったけど。うん。ミニマルの魔法を使えば自由に小人になれるんじゃが、デッシュとかいう旅のお買い物に最後の一つを打っちまったよ。そうなんだ。そうなんだ。デッシュね。なんか必要なのかな。これは、ミスリルの出会って装備したんだっけ。ちょっと待って。あ、つけてますね。じゃあどこに必要なものないかな。はい、デッシュ。デッシュっていう若者でさ、毒でなしの。あの、もう話が持ちきりですね、街がね。なんか薬草がどっかにあるんだっけ、そういえばさ。草の中には隠してある気がするんだけど。ないですね。薬草ってなんだろうな。とりあえず南の山に行ってみますかね。本当に。あ、指導。わしがいない間にばあさんが体を悪くしたら、ばあさんしっかりせえ。魔法の薬、エリクサーさえあれば。エリクサー持ってねえな。悪いな。まあ、自らの手で探し出すんだな。なんかねえかな、もらっていくぜ。あ、なんか入れる。あ、でももう一回入れたっけ。ちょっとこのなんか調べられない壺、なんか調べられるのかな。何もなかったですね。まあやめよう。これ以上貧乏人の部屋を探索して、捜索して、それかわいそうだからね。水地形に侵入できるかどうか。どっかこの辺どこから。あ、そこの上から侵入できるじゃん。なんかあるぞ、きっと。あれか、なんか草隠したって言ってるけど、それかもしれないな。あ、なんか水に侵入したとこ。あ、ダメージ受けたか、もしかして。そんなのありか。なんかあるでしょ。やった、エリクサーが。ちょっと待って。エリクサーあげなきゃいけない。エリクサー草なんですか、このゲームって。そうなんだ。エリクサーって草なんだね。でも草って言ってるもんね、エリクサーね。でも露骨にエリクサー草っていうのはさ、あれじゃない、もっとなんか薬品的なもんだと思ってましたね。まあいいか、あのばあちゃんにあげるか。仕方ない。あげないと話が進まない的な、なんかそういうのかもしれないよね。じゃあこれでエリクサーを、はい、ガブ飲みさせてやるわ。ほら見てごらん、おかげでこんなに元気になってよ。本当にありがとう。まあなんか喜んでるしよかったよな。じいさん、私もあんたたちには随分世話になったね。本当にありがとう。これでいいわけ？ん？おう、そうだ。そこの壁のろうそくを押してごらん。昔低い腕の倉庫にしていた洞窟に行ける。もしかしたら何か役立つもあるかもしれん。すげえ、すげえジャンプした今。びっくりした。すげえジャンプした。忍者だったのかな、もしかしてさ。あのじいさん、なんかあれだな、元気だな。あ、すげえ。
ありがとう。鉄の矢、金の針、フェニックスの尾、ブライン、あ、ブライン買っちゃってます。買っちゃったよ。あ、こっちもあるのかい。グレート棒、ポーション、小人のパン。小人のパン。小人のパンってさ、どういうアイテムだったっけ？小人直すアイテム。それでもうちでの故事だった気がするな。どうするか。でも調べたらどうせわかんねえよな、これ。使えないか。グレート棒せっかく手に入ったんだからさ、ロクロータにでもつけてみるか。なんか戦士がつけられるって。まあ、ちょっと試しにね、やってみようかな。なんか矢で戦ってみたかったんだよね。とりあえずいっぱいあるから、どうする？聖なレア打ちたいけどな。まあ、機材にしておいてみるか。隊列変えてさ。あれかな、文句。氷絵をなんか戦士とかにしたらいいかもしれないですよね。こっちに行ってみるかな。なんかあるんじゃないのこれ。何もない。あ、なんかあった。あ、すごい、隠し部屋だ。GA さん、抜け目ないな。なんか回復アイテムばっかじゃないか。鉄の矢ばっかだね。あれかな、矢使ってけってことか。じゃあ、グレートボウの威力試してみますかね。まだ、今回は、3、4分ありそうなんで、ちょっとだけやるか。よかった。エリクサー1個あげてよかった。こっちはない？ないね。そうか。じゃあ行きますかね。あれ。なんか南の山に行けばなんかあるんだね、きっとね。なんだっけ、なんとかっていうろくでなしのね。ここ入ったっけ？まあいいか。よし、じゃあ行ってみるか。ところでなんか、NP 回復する手段ってあるのかな、このゲーム。アイテム的な、エリクサーとかで隠すのかな。あ、何これ何これ何これ、ボス戦かな。あ、違うか。山頂へ続く道、なんか竜いた。さあ、一回で打開できるのかどうか。ドット綺麗だね、これ。結構書き込んであるね。ダイブイーグル。ちょっと待って。エアロってどっかにあったのかな？まあいいか。とりあえずこれ飛行系特攻でしょ。しかも高烈にダメージ与えられるでしょ、きっとね。サンダーかな、聞くの。サンダー使ってみる？いや、レベル2だからもったいないかな。あ、なんか、敵の命中率低いぞ、これ。え、26？ あんまり強くないね。微妙かな。これ、剣で戦うのがよっぽどいいね、これ、きっとね。いや、でも、あれか、ヒット数が少なかっただけ、てか、高烈だったからかな。もしかしてさ。まあ、ちょっと試してみるか。あ、でも少ないね。名前で少ない。剣の方がいいね、やっぱりね。やっぱなんか、そうなんだね。なんか、白魔につけられたりしたらいいんだけどな。そうしたらなんか、後列にいるのがさ、なんか、あれだよね。無駄なく、やれるよね。剣の方がいいですね、これね。やっぱこれだね。まあ、これでやりましょう。でもなんかあれ、後列にいる戦士一人作ってもいいかもしれないよね。金の羽たくさんあるってことは、これもしかしたらあれかな、石化食らわしてくるやつがいるってことか。植えたからばっか。ルフ。強そうだ。いけるかな。スリプル使ってみますか。これでも暗いな。さあどうだ。あ、なるほど。ロクロータであれば、倒せると。一撃で。で、HP100 から120の間ですね。あ、でもなんか随分やっていけそうですね。あ、ダメだ。効果ない。
やっぱあれか、魔法命中率低いですね。これは残念ですよね。まあいいか、こいつは倒しちゃおう。当たらないなぁ、スリップル。あ、そういえばなんだっけ、赤魔同士なんでやめたかの理由の一つは、あれですね。多分アンデッドが少ないだろうと思って、ワイトスレイヤーを多分装備しないでいいだろうと思って。FF シリーズってアンデッド固まって出るんで、しばらくアンデッドは少ないだろうと思いましたね。だから、変えました。多分正解じゃないかな。この辺で敵生身だもんね。なんか戦ってきますね。はい。というわけで、じゃあ今回はここで終わりにします。じゃあ次回この続きやってきますので、よろしくお願いします。じゃあ飲み直してきます。